あのこれできると人生超変わるからね。ちっちゃい時に5歳になるまでの記憶ってあんまりないでしょっていう話、うん、っていうのはここに、うん、そうそう、もうなんかその顕在意識っていう 5% の自分が意識できる意識で5歳以下の時ってそれほど考えてないのよね。確かに。もう感覚と感情で、あの5歳までの子とかっていうのは動いてる子が多くて、今はどうかわかんないよ。今の子はちょっと違うような感覚だからね。だけど、まあ大体の人はそんな感じ。だから5歳前に、あの、気づかれた、その、プログラムみたいなものがあって、で、その時に、まあ親とか、その周りにいた人たちからの刷り込みっていうのかな。で、思い込みっていうのがあって、で、自分の感情っていうのが、出てきて、そのいろんな経験に対してで自分の中であの決定して、こういう思いはしたくないから、こういうふうなアクションをして、こういう思いをしたからこれをしないようにしようって決めてるとかさ、そこでなんかあのプログラムをしてきちゃったんだね、うん、自分のあの生きやすいようにって、うん、でそのアプリがこれ書いてるけど、大前提のアプリっていうの？あの、OS がもうすごい古くなってて、うん、あの5歳ぐらいの時の OS が効かない状態だから、そろそろ、あの、アップデートをしていかないと、その過去の自分のそのプログラムからで生きることになっちゃう。うん、っていうこと？まあ、知ってる人は知ってるだろうし、知らない人は知らないだろうね、全然。ですよね。うん。で、多分その刷り込まれたことすら気づかないみたいな感じですもんね。そうそう、自分の、あの考えだと思ってる人が多いからね。ああ、なるほど。うん、うん、これが私、これがこういうふうに考えるのが私って思ってる。実は実はあなたそんな人じゃないのよっていうそんな感じ。なんか自分の新しい発見をしていくのに、そうそうね。でその辺と、あとなんか分離と統合ってよく聞くワードだけど、何なのっていう話と、ああそうですね、うん、なんか言葉だけ、まあ日本の人はよく聞いたりするのかな、統合ワークとかさ、言われてるけど、まあ、いろいろあるんだよね。簡単に言うと、むっちゃむちゃシンプルで、その、自分が今まで生きてきた中の大前提と、自分の個性って思っているものは、すべて、その、プログラムされてきた、自分がプログラムし、無意識上にしてきたものであって、で、その中で、いろんな、まあ、傷ついたりとか、なんだろうね、怒ったりとか、悲しかったりとか、そういう感情を結構、沈めてきてるのね。ああ、なるほど。うん、うん、それを感じないようにこういうふうにアクションしようって行動するパターンを作ってきてるわけだから、その何かを守ろうとしてるわけ、その感情をそこに触らないようにこういうふうにこれを守るために違う行動していこうって言ってやってるから、で反対にこの自分が感じたくないと思っている感情がボーって出た時に、それを、その感情に対して、そのまま、ジャッジせずに、そのまま一緒に感じてあげればいいの、今。うん。うん、うん、うん。それをしてあげると、その過去の浄化ができて、それが消化されていくのね。うん、
簡単に言うと、何か感情が起こった時に、その感情に対して、思考で、こう、あいつが悪いとか、あ、なんでこんなことが起こったんだとか、そういうふうにやらないで、自分が、ああ、今、イライラしてるんだなって、ちょっと、こう、なんていうの、気づいてあげて、そのイライラしてるっていう感情、なんかこう、ケミカルリアクションなわけじゃない、体が感じているエネルギーを、ただ、感じきる。うん、2、3分するとなくなるんだよね。うん。そういう練習とかね。で、統合っていうのは、うん、何と何の統合みたいな、なんかそういうのはあるんですか？統合っていうのは、あの、フラグメンテーションって分離っていうのをちょっと書いたけど、その自分の中で否定されてる自分と肯定されてる自分っていう2人の自分がいて、うん、統合する。そう。ただ、その、どっちも OK、何々してもいいよっていうやつね。ああ、なるほど。そう、何か、うん、許すっていうとちょっとギョギョしいけど、そう、例えば、前も話したけど、勉強できない私はダメな子。勉強できない私は、何、いい子。あの愛される私みたいな風に自分でこう、自己大前提でセッティングしてるわけよ、こ自分をね、こうすると生きやすいよっていう、うん、てて、そうするとその勉強できない私っていうのをこうダメな子はいらないからって言って追い払おうとするわけよ、うん、そこが分離。あ、そっかそっか、なるほどね、はい、でマインドブロックセットっていうのは、その分離から統合へっていうのと、受け入れる技術っていうのと、意識のアップグレード、闇出しっていうんだけど、そういうのをしていくと、どんな感じになるか。これさ、軽く話してるけど、あの、これできると人生超変わるからね。あの、っていうか、あの、いろんな人を見てきてるけど、エネルギーの勉強したり、あ、いろんな体の勉強とかしてても、うん、自分の内観、内観っていうのはこれはある意味日本語で言うとマインドブロックリセット。自分で内側の観、内側を観察するって書くんだけど、内観っていうのね。内観ができない人って、申し訳ないんだけど、何しても深層意識にはいかないのよね。うん。というか、あ、なんて言ったらいいのかな。ある意味のこう、いろんな意味でのこう深い理解度っていうのかな。生きてることに対して不動っていうのかな。うん、冷静。うんうんうん。うん。まあリアクションはしちゃうように。ただその自分の世界に起こったことに対して、うん、あの、なんていうのかな、感情的にならないっていうのかな、うんうん、で、あの、ちゃんと自分の生きたいように生きられる、うん、人っていうのは絶対内観ができてる、うん、自分を観察できるからね。わかります。そんな感じで、ほんなら今日はやって、まあ、どうなるかわかんないけど、とりあえずどんな感じに進むかあれですけど、はいはいはい、そんな感じでいきましょう、はい。